ふんわり物理がわかるほのぼの物理キーワード辞典。あらどうも、今回の講師は私、富よ。それじゃ始めていくわよ。本日のキーワードはニュートリノ。ニュートリノってのはね、とっても小さくて電気を持たない幽霊のような粒子のことよ。うん、正式にはこちら、まあ、こういうことらしいんだけど、ふわっと説明してくわね。聞いてて。ニュートリノっていうのはこの世の物質の最小単位、素粒子の一つなの。超新星爆発とか太陽とかからたくさん生まれてて、あなたたちの周りにもたくさんあるはずなんだけど、あなたの体も私の体もまるで幽霊みたいに何でもすり抜けちゃうのよ。すっごい不思議でしょ。それはね、ニュートリノという名前の通り、ニュートリノが電気を持たない中性ですごくちっちゃいからなの。宇宙から降り注ぐこんなに小さな粒に物質が、そして宇宙がどうやって生まれたのかを解き明かす、そんなヒントが秘められてるの。ちなみにね、これはニュートリノをキャッチする巨大装置、スーパーカミオカンデよ。これはいわば巨大な水槽なの。中にたっぷり溜められた水、それにニュートリノがぶつかるとわずかな光を放つのね、うん、それを捉えることでニュートリノの種類とかエネルギーの大きさとかいろんな特徴がわかるっていうのよ。これ第1号はカミオカンデ、その後作られたのが25倍もあるスーパーカミオカンデ、そして現在はこの10倍の大きさとなるハイパーカミオカンデも製作中。しかもこれまでの2つはどちらもノーベル賞受賞につながる成果を上げてるんだって。すごい。まさにニュートリノ観測は日本の得意分野だわね。もうすごい。私もあの水槽に入って泳いでみたいわ。え、何あそこ、泳いじゃダメなの？ダメなの？いいわ、ダメなの。ほのぼの物理キーワード辞典、私梶裕貴がお送りしました。